的。<laughs> はい。<laughs> ごめんなさい !4 箇所もミスりました。<laughs> あさっきうまくいったのに。あえー、めっちゃ悔しい。ごめんなさい。ちょっとね、さっきより見てらっしゃる方が多かったので、ちょっと上がり症発動しちゃいました。ごめんなさい。ちょっと、コメント、見返してきますね。 ああ、待って、めっちゃ悔しいんやけど。え、めっちゃ練習したんですよ。休み時間とかも。あと、空きコマの時間もめっちゃ練習したのに。あ。同じとこで間違えちゃった。ああ、万事さん、音符ありがとうございます。皆さん、コンペイもね、ずっとずっとたくさんありがとうございます。神ぼさぼさうあ,あ、ルパンさんは、ずっとね、 かわいらしい。何やこれ、絵文字を並べてくださってありがとうございます。あ、まんじさん、んぱいありがとうございます。トっちさんもペンライトありがとうございます。はあ、イヤホン切っとこう。あ、いけたか。トっちさん、ハートありがとうございますあ。ずっとありがとうございます。コラさん、パチパチパチって。 ありがとうございます。恐縮です。ああ、もう、嬉しいです。もう、優しい世界すぎる。めさん、可愛いかよ。<laughs> ミスったのにケンタさん、ブラボー。ありがとうございます。ミスったとこどこかわからん。いや、あの、本気見てください。めっちゃミスってるんで。あ皆さん、パチパチパチってありがとうございます。コアラさん、めっちゃよかったああ、ありがとうございます。2回見ても可愛いよかった。飽きられてなくてよかった。どッチさん、551超えてます。 はあ、わあ、マジかまあ、いいんです。皆さんにいっぱい褒めていただいたので。あー、でもいいんです。見れてよかった。これでひ、眠れます。よかったです。ポンゲバビーさん、日向坂のオーディション受け、たの受けました !4 期生ですよね。受けました。でもね、2時で落ちちゃったんです。じゃあちょっとね、皆さん、お疲れ様ですということで、あ、お疲れビーナッツということで、ちょっと画角をね、変えさせてもらいますね。すいません、すいません。失礼しますね。よいしょ、よいしょ。 え待って今ねよいしょよいしょって言ってたらねシリが反応したんです多分今配信一瞬止まりませんでしたシリがね反応したんですびっくりしたごめんなさいねなんかやっぱ可愛いわありがとうございます佐々木美玲ちゃんバージョンそうですあのねセンターだったのであの左歯見てちょっとね真似させていただきました 暑いので、失礼しますね。今日は幸せだ。よかった嬉しいかわいいありがとうございます。ちょっとね、で、ね、もいっぱい練習してよかったです。こんな褒めてもらえるんやったら。めっちゃお粗末なものだったのに。ありがとうございます。AKB 入ってきてくださいな。平和な世界線が見える。絶対そうですよね。スタッフさんとかもね。 絶対いい人多いんですよ。私、オーディション受けてるんで知ってるんですよ。皆さんすごい言い方ばっかりで。あ、くっちさん、知るところボそうなんですよ。今なんか、しりちゃんが、それはできませんって言われました。何も頼んでないのに。あー、皆さん、ありがとうございます。あの、ほんまに、あの、ありがとうございます、ありがとうございますしか言えないんですけど。申し訳ないです。もう、悔しいです。間違えちゃったの。 可愛い子が踊ってるんだものそりゃ可愛いよああメさんありがとうございますメさんってもしかして実は優カのことめっちゃ好きだったりしますか <laughs> うぬぼれてますけど優カショールーム視聴者は配信が止まるぐらい何とも思わないつわものばかりですそうなんやすごい皆さん慣れてらっしゃるんですねどこに入っても藤倒しああのねあれ いっぱい結構 AKB の曲聞いてあれありましたよねなんかなんか何だっけえ、ごめんなさい、にわかが歌いますね何だっけなんかなんか今日であなたはゆきりんをしほらチームなんちゃらみたいな歌ありましたよね可愛いです、あの曲ごめんなさいこんな適当でごめんなさい AKB に入って日向坂を見返してやるそんな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 しいですしいですそんな言っちゃだめです さん好きやでえ急な告白しの <laughs> さんってでも多分二人いらっしゃいますよねあれ違うこれ同じしのさんかなあのアイコンカっとうだけかなさんバレてましたか <laughs> あよかったあっとった <laughs> 違うかったどうしようかと思ったあ,あおちゃんぐさんあの何ですかこれ何でしたっけカウントカウントあってますかありがとうございますみんなゆうかちゃんが大好きですどっちさーん ありがとうございます。もう、ゆうかも今日、ぐっすり眠れそうです。もうね、ずっとね、もう、30分前ぐらいから、ダンスどうしよう、ダンスどうしようってずっと思っとって、ああ、よかったです。無事に終われて。まあ、無事かわかんないんですけど。アバター変わってるだけ。あ、そっかそっか。何なんか落ちとる。トッポ。<laughs> ください、スクショ。あっでは、スクショタイム ちょっと髪ボサボサなんですけどごめんなさいじゃあスクショタイムなんで皆さんぜひスクショしてください笑顔素敵すぎてあじゃあ笑顔でいきますねはい <laughs> <laughs> 恥ずかしい。 はい、ちょっとね、恥ずかしいので、以上で、ありがとうございます。このあけっちさん、ありがとうございます。録画がはかどりました。いやー、録画せんとってください。恥ずかしい。うん、スキピ。あ、ありがとうございます。ズッキュンやって。あ、いいですよ。ズッキュンじゃポンゲバビーさんにやりますね。いきますよ。ズッキュン。はい、ズッキュンでした。<laughs> 何でもするんで言ってください。いつもお顔だけだったけど上半身も見れてよかったです。スタイルいいですね。はい、えー、そうですか。初めて言われました。ありがとうございます。あケッチさんありがとう。またツイッタートするわありがとうございます。なんかでもねほんまにゆかね皆さんのツイッター見たいんですけどあの昨日もねこれお悩み相談として言わせていただいたんですけどあのなんやあれあのセンシティブの解除の仕方がね全然できんのですよ。 ほらっけん、なんか割とね、何三分の一ぐらいのツイート見えんくて、これは優香がツイートされてるのか、されてないのかとか思いながら見てますね、いつも。アイドルに恥ずかしいな、文字はありません。そうですね。出自心なんかありませんよ。ふふふ。藤田さんってツイッターやってる。藤田さんね、ツイッターは、あれはやってるに入らないと思うんですけど、あのこのオーディションが始まって、その皆さんがツイッターで拡散拡散 なんか応援のメッセージとかをやってくださってるって聞いたのでそれ見たいと思ってツイ,ツイッターを入れたんですけどあのマジでやったことなくてあのなんかアイコンとかの変え方もわからんかったんでなんかそのまま初期設定の灰色のやつで <laughs> やってます <laughs> けどフォローもフォロワーも0人ですもう見るせんみたいな感じですね 低音ボイスのズッキュンいいねって、あははは、ありがとうございます。いつも感謝感謝です。僕センシティブなのかな。え、でも、え、あけっちさんって、あけっちさんで、つぶやかれてますか。なんかね、ゆうさんとかは、み、みた、見たことあるっていうか、その見させてもらって、ゆうって書いてたんで。あ、ゆうさんや、って思ってたんですけど。なんかね、結構センシティブ多くて <laughs>。 <laughs> ダンス動画投稿してもいいんかしらいいですよ <laughs> でもねあのあのダンス未経験というかなんか結構フォローの言葉もついでにあのフォローの言葉も添えてツイートお願いします <laughs> 全力で守りに行くっていう特技にモノマネって何のモノマネできるんえっ、ー、とああああいややめとこうえっ、ー、とねそうなんすと あとおじゃる丸とあとね、いうか、予選の初日か2日目の配信で、ゼニガメに似とるって言われたんですよ。あとっ、トッチさん、ハートありがとうございます。そう、ゼニガメに似とるって言われたけん、あのゼニガメの鳴き声もう練習してきましたよ。<laughs> SR にリンク貼ってますよ。ショールームってことですよね、SR って。トッチさん、かわいい。ありがとうございます。 ショールームにリンク貼ってますよえこれって今今開いてみたら配信止まっちゃったりするんですかね徳島の娘っ子ですが通りで鉛があえな鉛ってますか <laughs> えなんか自分ではね気づかんですよほんまにソーダンスやってくださいいいですよ一番得意なんでじゃあソーんンスのモノまねいきますね皆さんしっかりとお聞きください あの多分ね顔がソーナースに見えてくるんでじゃあいきますねソーナースいきますよソーナースはいはい似てますマジで似とると思うんですよ欲しがりは嫌いじゃないです <laughs> あコロワンさん初見さんこんばんはこんばんはですどうですかモノマネ似てますよね 生り女子はそれだけで都会一個より今はアドバンテージですからな。アドバンテージって何ですかごめんなさい。ちょっとね、おバカで。<laughs> アドバンテージって何ですか教えてください。大丈夫、止まらないはず。え、じゃあちょっとチラッて見てみよう。あ、あやばやばいやばいやばい。けるか。そっち、と、と、とっちさん、そっくり。<laughs> ソッチさんとか言いちゃったそっくりありがとうございますしのさん似てるあありがとうございますストンカさん似てるやろうって <laughs> ちょっと得意げなおもろいルルパン三世さんアーニャやってくださいアーニャ。えなんかちょっとぶりっことか言わないでくださいねあの全力アーニャやるんでいきますよ頑張る 多分、全然似てない。アドバンテージって何ですかググってくださいえー、今知りたいのに。こんばんは、さっき仕事終わって出遅れました。そうめんさん、お疲れ様です。ありがとうございます。来てくださって。ググりますね。じゃあ終わったら。そうなんす。お箱にしちゃいなよ。もう、お箱です。あけちさんに。 あにやこれはこれでおもろい。や、あの、ね。でも、そう、こうやって皆さんが言ってくださって、やってったら、もしかしたら似とるやつが出てくるかもしれないんですよ。ルパンさん、ルパン発生さん、笑っと。ポンゲバビさん、クレヨンしんちゃんは、プレヨン、プレヨン、んクレ,レ,レヨンしんちゃんって何、何言いますっけあの子。えクレヨンしんちゃんって、 なんて言いますっけセリフ。アイナに土下座してください。すいません。すいません。え、ちょっと待って。クレヨンセンターってなんて言うっけな。あれや。な、ななこお姉さーん、みたいな。ごめんなさい。ごめんなさい。文豪さん、美化はね、多分ワンチャンいけます。いきますよ。えっ、ー、と、なんやビガビガ 割と似たんちゃん。そうなんすが、アーニャのモノマネしたみたいな。<laughs> やだー <laughs> アーニャのアンコールください。マジです。ええへ、マジっすか <laughs> アーニャのアンコール。じゃあ、いきますよ。頑張る、ますアーニャ、頑張りますあ、ほら、しんのすけだどうか。あ、じゃあ、いきますね。 おら、おら、しのすけだぞー。すいません。合格ピカチュウ、やった文吾さん、うまっえ、しなさん、占いは、あのー、ゆうか趣味が占いで、タロットカード占いとかよくしてて、予選配信でもね、お二方占ったんですよ。アドバンテージ、他よりも優位ってこと。あ、あくっちさん、ありがとうございます。なるほど。 えってことは都会より田舎ってことだけで他よりも優位ってことええー、そうなんですねえ嬉しいやった真面目なアーニャ <laughs> やったさっきより似てきてるえ嬉しい占ってほしいいいですよ時間ちょっとね時間後いけるかな,なんか結構言うかな占いって長いですよね皆さん行けますか時間いけるかちょ,ちょっと待ってくださいね えーでも占いたいです言うかもよいしょよいしょあれタロットカードどこ置いたっけあっあったちょっと一瞬また画角から消えてもいいですか失礼しますねよいしょえー、じゃああのー、しのさんちょっとショートバージョンでもいいですか占いしのさんのあのー、現在 この間は過去現在未来を占ってたんですけどどれ占ってほしいですか過去過去しか占いええー、っとあ未来ですかやっぱり占うって言ったらあのじゃあしのさんの未来占いたいのでえっとですねすいません皆さんまたまた占いということでまたこいつ占いストーンかいって感じなんですけどあけっちさん芸人枠 <laughs> あはんでねしのさん今から言うか見せるけんこの 右真ん中左でなんか、どこら辺取ってほしいか一枚選んでもらってもいいですか芸人枠って褒めてますかルパンさん、うまってありがとうございます。すいません、今気づきました。ゆうか、おめえ、すげえ似てるな。おら、ワクワクそそう。あれや、ドラゴンボールや。しのさん、どれがいいですか真ん中じゃこれでいいですかね じゃシのさんの未来占いますね <laughs> じゃあこれですのさんの未来これですね。バーンこれねこの逆さ向きとかも結構重要になってきて正位置と逆位置っていうのがあるんですけどこれ出ましたはい「スタック・イン・ザ・マット」これが逆向き出れてたのでじゃあこれで占いますね番24番。24番 いやいきます大丈夫です安心してくださいちょっと待ってください優香がどっかにしますねはえっとですねしのさんあのー、このスタックイン・ザ・マットってやつはぬかるみにはまるっていう意味のカードが出たんですけどでもあのカードのガード自体の意味としては しのさんの人生の素晴らしさを一回立ち止まって味わってみてくださいって意味なんですよ。でその逆位置はしのさんの将来将来的はなんか将来しのさんが何ですかね学校行ってらっしゃったらなんか学校行事とかで会社だったらなんか会社でやってる何て言うんだあれでもお仕事とかで。 なんか一旦その仕事とか進んでたものが止まる時が来るんですよちょっとうまくいかなくなってしまう時が来るんですけどそれそのしノさんが今やってることでうまくいかないこうまくいかないことが起きた時ってしのさんが欲しいものを欲しいってその,その欲しいものがあるじゃないですかその欲しいものが欲しすぎるけんそれに集中しすぎて。 それに出着しすぎて周りが見えてないんですんそ,その何て言ったらあなその周りが見えてないことに対してしのさんの周りの方がなんかちょっと深いっていうかなんかちょっとなうんって思われることがねあるんですよ将来。でもその選択は別に間違ったものじゃないんですけどしのさん多分そのことしか考えその。 欲しいっていうことしか考えれんくて、もうそれをずっとずっと欲しい欲しいで、ズブズブズブって沼にはまっていくけんぬかるみにはまるってカードが出てきてたんですけど、で、こうなっちゃった時に、その一回このものから離れてみて、違うものを見てみて、他にももっといいものがあるよっていうのを探してみてください。まあ、あれですね、まとめたら視野を広げてみてください、将来で。多分何かがあると思うので。すいません、占いしちゃって。すぐ占いしちゃうん。 占いショールームで占いする人初めて見た <laughs> そうなんですよ何回もしちゃって決勝戦の最中に占いをやるとは斬新だえなんかでもなんか多分決勝戦多分ねこの後決勝終わって優香がショールームするかって結構厳しいとこなんですよなんかほなけんそのこの今回のオーディションで会えた人か方々その今見てくださってる方とかと この期間中にもっといっぱいいろいろしたいんですよ。一緒に遊んだり、遊んだりっていうか、いろんなお話したり、そのやってっていうこととか全部やりたくて、なんかこの件、占い、いや、いつでも言ってください、やるんで。ザリマルさん、明けおめありがとうございます。ちょっと、沼っていた間に占い配信、んちょっと、なんで、何これわから、漢字読めん。<laughs> 占い配信になっているとはびっくりした。ごめんなさい。<laughs> あきめありがとうございます。なるほどありがとう。ごめんなさいね。なんかこんなちょっとあれになっちゃったんですけど。徳島の母って。<laughs> はーい。えゆユウさんじゃあ明日も来てくれますかちょっとね今時間的にね占いやっちゃうとちょっと厳しいのでユウさん明日も来てほしいなーとか言っときます。<laughs> 明日も来てほしいとか言っときます。あであの明日の時間 そう明日の時間なんですけどどうしようって感じだったんですけどねじゃあ明日の時間告知してもいいですかあ潜って潜ってか <laughs> ごめんなさいどっちさん漢字やめないとかかわい,いそうじゃあゆうさんゆうさん特にこれ聞いといてください明日はまずいえっ、ー、と3枠したいと思ってるんですけどちょっとね変わるかもしれないんでぜひゆうかのプロフィール見てほしいんですけど 1>, 1枠目は絶対変わりません1枠目は朝の5時50分からえっ、ー、と6時半まで40分しようと思ってますで2枠3枠目をね今ちょっと考え中なんですけど多分学校があるので夕方きつくてうーん多分この時間やってるこの時間は絶対やってるんで是非朝来れる方は朝の5時50分から 6時半までやってるえ違違う違う当たる当たる朝の5時50分から6時半までやってるのでぜひお仕事行く前とか学校行く前に来てくだされば嬉しいと思っています。ね、紙用意しとけよって感じなんですけどちょっと忘れてて <laughs> そうなんです。で2枠目3枠目はちょっとこの後考えようかなって思ってるのでちょっと学校の。 予定とかも見てみて考えようと思ってるのでまたプロフィールに書いたり、あのー、配信予定は絶対やるって決めてるのでそれとか見ていただけれたら嬉しいです <laughs> どうせ私は地獄一気だから占ってもらっても「え何、ー、なん言わんと「明日来てください占いましょう一緒に」「<laughs> 沼ってチームエイトの沼にハマってるってことかな?」そうかもしれんえ そうかもしれないでも、え、でもなんかそっから目離すん、嫌です、嫌 <laughs> ですとか言って。朝楽しみや。ストンコさん、来れますか早、そうなんですよ。なんか、あのー、ゆうかの学校がね、明日ゆうか1時間目からあるけん、あのー、1時間目やったら、あ、ここ、お家をね、8時ぐらいに出なあかんけん。 で何時がいいかなって思ったら皆さん来れるんだったら皆さん来れるその昨日相談したら5時50分とかがいいんじゃないって言ってくださった方がいたので5時50分から6時半にしたんですけどそう早起きします頑張って5時起きします朝の5時とかすぐ大西さん思い出すな大西さんなんか名前聞いたことありますなんか絶対優香の配信で言ってくだんか推しって言ってくださってた方いらっしゃったと思います 明日のタイ決まってるんうーんちょっと今考え中なんですよ。プロフィールに書くのとあと配信予定でやろうと思ってるので是非チェックできる方は気にしてもらえると嬉しいです。 チームエイト好きなんすあいやあごめんなさい私はあの好きじゃないとかじゃないんですけど全然知らなくてでもあの優香の配信に見に来てくださってる方は結構 STU とかチーム8好きですって方結構多かったです4月30日で活動休止えそうなんやえそうなんや早起き頑張ります一緒に頑張りましょう5時半の女で有名大西萌歌さんあえええ知っとるかも 頑張って早起きします。ええー、ありがとうございます、皆さん。じゃあ皆さんでラジオ体操しますか明日。あ、でも音、音なしか。あの、あ、そっか。ラジオ体操ってフリー音源なんですかね。まあ、大西さんの配信に比べたら楽ではあるかな。<laughs> よかった。10時から17時くらいは配信ないかな。そうですね。10時から17時はちょっと学校に行ってるので、配信はないと思います。ラジオ体操しますか一緒にしましょう。時間大丈夫 時間大丈夫はない。あと十分とかですか。今ちょっと何時か教えていただけると嬉しいです。あと四分ですか。ええ、ええ、うか十時までです。え待って、これ二時間オーバーしとる。ええ、五時から五時五十分やけん、五十分足す。八時五十分からやけん、一時間十分。五十分足す一時間十分は。二時間。あ、いける、い,いける、いける、いける。 学校頑張ってね。ありがとうございます。頑張ります。しのさんも頑張ってください。大西さんはさっしーに5時半の女。強。強。なう。あと15分くらいあるんか。いけるいける。朝からさっきのダンスが見れるのか。いや、ラジオ体操ですよ。君がよ、最、君がよ、君がよ、最小君がよ最小でも、A4。 君がフリー音源ですかなんかフリー音源は OK みたいなことをねあの <laughs> 聞いたんですけど「大丈夫ない?」とかかわいすぎるえへへへすごなんか何でもかわいいって言ってもらえて嬉しいですあっあけっちさんコンペットありがとうございますあっ青ちゃんぐさんも時間ありがとうございますここはエイターが出入りしてるのか僕苦手なんですお前もエイターだろえあほホけケン生なんですねいや2時間余り余りってダメな方ですか あまり言ってダメな方ですか。二枠で夜枠同じ時間やと四週するのちょっと厳しいから五分長いとありがたいです。五分長いと？うん？難しい <laughs>。よ、二時間よ。あ、よか。五時ですね。ごめんなさい <laughs>。さっきの枠は五十分だった。はい、五十分でした。あおちゃんがさんがね、なんか昨日あの言って くださってたじゃないですか,なんか50分からとかそういうなんかこの10分がいいよみたいな言ってくださってたのでちょっと今日はこの10分を大事に <laughs> してみた朝5分短くなるけどうんどういうこと難しい <laughs> ええどういうこと ?2 枠で夜同じ時間やと4周するのちょっと厳しいから5分長いとだけん5時50分から6時35分までってことですか 清かミスた <laughs> 学校一限から頑張ります頑張りますえちょっとごめんなさい今日のねタイムテーブルとか紙に書い,書いとけばよかったんですけどどうしよう書きますか今からえでもね学校の手がわからんくてだって4時間目までで4時間目4時半に終わるけんそっから着替えて あ、バイクの音聞こえましたちょめっちゃここバイクうるさいんですよ。血が悪いとか言わないでください。じゃあ一曲歌いますかあ、それは明日に。ね、せっかく皆さん、ゆうかが優先のイヤホンを手に入れたのでね、優先のイヤホンを使えるので、ちょっとそれは明日まで取っといてください。バイクがブンブン。<laughs> ちょっとやめてくださいよ、バイクさん。徳島出身の AKB はみんな美人ばかりやから君はもう合格や。ええー。 そそんなそんなななんかすごいですね皆さん美人って言ってくださるの美人って言われるの初めてなのですごい嬉しいですえー、でもあじゃあこれだけは決定なのでちょっとパパッと紙に書きますよいしょ,いしょえっ、ー、とえっ、ー、とこれなんかちっちゃい紙落ちてたんであとマッキーも落ちてたんでよしとりあえず朝の時間は決まっとるけん明日って何日 1>, 1月12日か一、あ書きにくっ1月12日あめっちゃ汚いごめんなさいえっと1枠とりあえず1枠だけ決まっとるけんえっと朝の「朝」って書いてこう「朝」で太陽書いて朝の5時。 50分から6時半はいこれだけ決まってるのでとりあえずこれなんですであとはそのさっきもやったんですけど「プロフィールか」か、あのー「配信予定」に書くと,くと思うので手が書きますので是非お時間のある方はチェックしていただいて見に来ていただけると嬉しいです 美人やでってありがとうございます。あ、だから歌わなかったんですね。そうなんです。そうなんです。えっとね、ようやく念願の優先イヤホンを手に入れたということで。カズさん、頑張ります。ありがとうございます。シのさん、あと10分。やばいやばいちっちゃどうやおっきくなりましたかこれ、朝の5時50分から6時半で。頑張ってね。 起起ききるんでですすすけどあの一つ注意事項がありりますあのー、朝の寝起きのの寝藤田の声今より多分2オクターブぐらい低い低皆さん間違って男性の方の配信に入ったのかと疑われる方が何人かいらっしゃると思いますが安心してくださいしっかり藤田の配信なので間違っていませんはいそこだけは安心してください是非飛び込んできてくださいそこはソーナンスじゃソーナンスは結構あれですよレアなのでそんなに 小出しにしにませんよ彼はたまにあら SNS 認証 SMS かな認証されてない方はぜひお願いしますあとねフォローもねぜひお願いしますツイッターとかであのすごくスクショとか応援の言葉とかいろいろ書いてくださってるの見てすごい元気と勇気勇気とかいろいろもらっているのでてかめっちゃ正直めっちゃ嬉しいんで <laughs>、あのー、ぜひぜひ これからもやってもらえると嬉しいです。どっちかっていうと美人さんかわいい。ええー、嬉しい初めて言われました。今度もこも占いしてね。えもちろんです今度じゃあ1時間占いそれはきついなんかでも占い配信しましょう。5時台とかマジイベントやな。ええー、そうなんですか見えましたよかったごめんなさいちょっとちっちゃくて。早朝頑張って低音も楽しみです。頑張りますぜひ来てください。 朝の富士は魅力が増すってことですね。そうかもしれん。でも、ちょっと眠く、眠いかも。<laughs> 飛び込んだら怪我しないでしょうか。大丈夫です。うちのカーペットふわふわなので。僕のツイッター見てないやん。見ますよ。終わったら絶対見ますよ、あけっちさんの。ぴよん。あ、ほんまや、あけっちって名前でやっと。 でもね、ちょっとセンシティブで見えなかったらごめんなさい、皆さん、本当に。<laughs> 待って、またバイク来た。おかえり。ああ、おかえりおかえり。<laughs> あおかえりなさい。じゃあね、ちょっと5分前ぐらいですか、今。5分前ぐらいだと思うので、ランキングをね、ちょっと発表していきたいと思いますね。じゃあ、いきますね。じゃあ。 えーとランキングっていうかこれあれですか冗談の方ですねじゃあ13位から読んでいきますねいきます13位はカズさんですありがとうございます12位がストンコさんですありがとうございますで11位が青ちゃんぐさんですありがとうございますで10位がモコさんですありがとうございますで9位がアベッチさんですありがとうございますで8位がブンゴさんですありがとうございます で7位が、ザリマルさんです。ありがとうございます。で、6位が、シマックマさんです。ありがとうございます。で、5位が、これね、ちょっと、読み方、ほんまに教えてください。あっとると思うんですけど、カズオさんです。ありがとうございます。で、4位が、なんか、って感じの顔の、なんて読んだらいいんですか。うん、さんです。ありがとうございます。3位が、ユキオさんです。ありがとうございます。で、2位が、トッチさんです。 ありがとうございますで1位が万事、ま、さんですありがとうございますいつも皆さんほんまにありがとうございますおかえりなさい <laughs> そうセンシティブがねいつも出ちゃってなんでなんでって感じなんですけどご近所さんなんいやわかんないんですよなんかねここら辺結構夜になったらバイクさんがブンブン来ちゃってて 治安 <laughs> ちょっとね恥ずかしいだってこんなん防ぎようなくないですか <laughs> バイクの音とかすっぴんならなおいいよねあのあ多分なんですけど申し訳ないんですけど多分すっぴんだと思いますあでもせめてリップだけは塗ろうかなとは考えてますねあと時間があれば眉毛も描きたいです斎藤京子ばりに声低,目、ま、低めのマナフィスナまま低めのマナフィスナ 難しい。<laughs> ありがとうございます。いえいえ。冗談この段の上あの、一番上の段 <laughs> まさかチームの溜まり場なんじゃ。家かのこと迎えに来たんですかあの、ヤンキーキャラやめてもらっていいですかあの、ほんまに。なんで、万、ま、事さんとかずっとゆうかのオタクトーク聞いてくれてたじゃないですか。あ、それ、団状、男女男女 <laughs> 男女 <laughs> 壇上です。壇上の方呼ばせていただきました。はい。<laughs> 初見お邪魔しました。いえいえ、ありがとうございます、ルパンさん。助かりました。たくさんコメント書いてくださってありがとうございます。楽しかったです。あ、ぜひ明日も来てください。<laughs> 明日は早起き楽しみだな。頑張りましょうね、一緒に。エンドロールさん、こんばんは。お疲れピーナッツです。あと、 二分ぐらいで終わっちゃうんですけどね。あ、健太さん、お疲れピーナッツ。かずさん、頑張りますね、ゆうか、早起き頑張ります。何時やろ、今。もう、まだいけるか、あと、三、四分ぐらいあるかな。あ、カウントありがとうございます。かずおさん。ですよね。あ、元ヤンさん、おやすみなさい。あのね、やめてください。 ほんまに、あの、この声低いだけで結構、あの、いかついってよく言われるんで。あ、ルパンさん、おやすみなさい。あと3分くらいいける。ありがとうございます。皆さん、時間教えてくださって。星集め中。いっぱいね。あ、あ、あルパンさんありがとうございます。流れま最後に。いい夢見れそうです。願い事しときますね。楽しかった。よかったです。あケッチさん。 ようか何ですかチバリよってなんかあのスティッチとかのあの言葉ですかねえ何かありましたよねスティッチでチバリヨみたいなえもっとあの <laughs> 違いますあの皆さんゆうかは中学何部でしたっけ卓球部です家で何してるんでしたっけアニメ鑑賞ですずっと <laughs> ね平和ですヤンキーじゃないですやめてください元やん元やん いじり何なんですか本当に <laughs> もうあと2分、はあ、寂しいですね是非ね明日最後にもう一回見しとこうでーん朝の5時50分から6時半までちょっとね早めなんですけどやらせていただいてるのでまた2枠3枠はあのー、配信予告配信予告じゃない何だっけ配信なんちゃら で、とか、プロフィールとかに書かせていただこうと思うので <laughs>、ぜひ、お願いします。もこさん、おやすみなさい。なお、鉄おた鉄オタ違いまーす。<laughs> あ、まんじーさん、お疲れライス。お疲れライス。<laughs> ぜひね、そうです。あ、やばい、終わりますさようなら、ありがとうございましたえ <laughs> れどこで終わるんだ